人以外にも高い知能を持つ哺乳類がいることは皆さんご存知かと思います例えばお猿であったりイルカであったりあるいは近年では人工知能の研究や発達が盛んで高い知能を得ることができるというふうに言われていますしかしデジタルゲーム皆さんお好きかもしれませんがデジタルゲームを楽しむことができるのは人間だけですホモサピエンスだけですすなわちデジタルゲームを作る あるいはデジタルゲームで遊ぶ楽しむということはホモサピエンスに与えられた特権なのです現在では面白いからゲームゲームは面白いということかもしれませんがその先に私は行きたいと思っておりますなぜデジタルゲームは面白いのかそして面白いゲームを作るためにはどうすればいいのかということを科学的に明らかにしたいというふうに考えております さてそのために私は人の身体と精神の関係に着目をしています人の体と精神体と心はお互いに影響を及ぼし合います例えば緊張した時には心拍数が上昇し血圧も上昇しますまた逆に深呼吸をすることによって皆さん簡単に心拍数や血圧を下げることができてこれによってリラックスを誘導することができます 深呼吸したら本当にリラックスすするわけですねこのように人の精神と肉体精神と体には関係がありますのでこの関係からゲームの楽しさを謎に迫ろうということで私はゲーム中に生体情報を計測するといって体のいろいろな状態を計測しています。 この時に何がわかるか例えばレースゲームをやった時に同一のコースを周回している時にどうなるのかあるいは皆さんご存知のマインクラフトマインクラフトのようなサンドボックスゲームを行っている時に急にモンスターに遭遇した時にどのようになるかということが分かりつつあります例えばレースゲームでは同一の周回を繰り返すとリラックスが進んだりまた新しいコースに入ると急に緊張したりします サンドボックスゲームではモンスターに急に遭遇した場合に緊張が高まったりあるいは容易に撃退した時にはその緊張が低まってリラックスするといったようなことが分かってきましたでこれは感覚的に言ったら皆さん当たり前と思われるかもしれませんがこのことが科学的に再現可能な形で数字として分かるようになってきています。 人気ゲームではこういうふうになることが分かってるんですが、逆に言ったら、えっとこのようになりにくいゲームはつまらないゲームかもしれません。えこういったことから、え私はゲームの面白さを科学的に判断して面白いゲームを作るといったことに挑戦をしています。最近ではゲームについて科学的に学ぶゲームサイエンスといった分野が盛んになりつつあります。えこの分野はまだまだ始まったばかりです。皆さんと一緒にえっと勉強研究していけることを望んでいます。